標準の精度が低いって。ではまああのでは早速こいつを開始と。さてどうだろうか。あでも倒せないかな。やっぱりいい感じで耐え上がったな。もうさてどうだ、当たるかかわすか。あ当たったか。それで俺をどうするつもりだ。でもまあ結構タフですね。よし、今度こっちですね。よし開始と。さてもうどう来てもこいつらにダメージを与えられる位置まで来ました。ちなみにコージのキャラクターボイスの人をちょっと調べてみたんですけど、まああの史上最強の弟子ケンイチのアパチャイホパチャイ役、ワンピースの光月おでん役をやってる声優さんだったようですね。まああのちょっと堀川リオさんに似て声が似てるなって思ったんですけど、まああのアパチャイホパチャイの声優さんらしいですね。まああのマジンガーはあの耐久タイプですね、どうやら。まあ基本能力はまああの結構攻撃力に、まあ、多少攻撃力は低いんですけど結構耐久力に優れてるようですね。ああでもまああのメグの機体に比べたらまあ結構高い方ですかね、攻撃力の方は。開始てか今何分だ、8分か、結構経ったな。できればもう一気に畳みかけたいところですね。まあとりあえず全滅はしないはずですね。おそんな攻撃が通用すると思ったのか。でもまああのやっぱりあのメグの機体がちょっとあの名前なんだっけ、まあさっきあの言ってたんですけど、やっぱり、まあ、結構あの、回避タイプですからね。お前はどっち来るんだ？おう、そっち来るか。まあ別構いはしないんですけどね。さて、どうだ？イーバイフルで！まあ倒しましたね。まあ想定内。一体撃破。で、こいつで、まああの無駄な動きとかしないでもう一気に畳みかけてほしいところですけどね。あーまあこいつら倒すのにちょっと時間かかりそうですね。どうだ、てかかわいなんかどうだ、当たるか、どうだ、いかんせん攻撃力に欠けていますね。まあ、今の味方の中で一番攻撃力が高いのはやっぱディーダリオンですかね。まあ、あの、全体的に高いですけどね。防御力も。あと回避力も高いですね。まあ、バランスタイプですかね。強いて言えば。失策。どうだ？倒せるか、否か。いや、倒せるんで、倒せますね、これは。こっちのターンになったらどうだろう。よし、とりあえず一体は倒した。あとはお前がどうするかだ。さて、どうだ？開始と。あとはもう次のターンか、次のターンで倒せるはずですね。まあ、早いうち、倒した方が有利なんですよね。痛手じゃない。さて、どうでしょう。よし、倒した。よし。あとはもう、こいつを倒すだけ。いや、待てよ。戻る。ここはもう、こいつに応戦した方がいいですね。開始と。さて、どうだろう。もしかしたら命中タイプかもしれませんね。よし、倒した。やはり私の考えは正しかったです。あとは、こうやって、あー、そっかねー。戻る。待機する。よし、で、今度は、こいつを、開始と。
まあここはもうマジンガーの耐久力にかけますかね。どうだ、まあ耐えますね。十中八九耐えますね。ああ。あれ？マジンガーの方が攻撃力低いかな？よく考えてみれば。まあ、マジンガーは耐久型 なんですよね。まあ、さすがにちょっと耐えられなかったですかね。よし。まあ、やるべきことはもう分かっています。てか、何分だ？ 12 分か。結構長期戦になったな。まあいいや。とりあえず、どうだろう。これがアパチャイホパチャイのキャラクターボイスなんですよね。ポケットパンチそのまんまじゃねえかって思いますけどね。まあ、とりあえずマグマ銃はこれで撃破ですね。よし、ではこの残り1体がどっちに行くか。ディーダリオンか。まあ好都合開始。もうあとはもう3人がかりでもうこいつをぶっ放すだけですからね。さてどうだ、マグマ銃取り、おお、かわしてくれましたね。ディーダリオンの攻撃、ああ、これでとどめ刺しましたね。思えばよし、終わり。倒した、勝利。よし、どうですかね。おお、一度の撃破で1000。なるほど。まあというわけですね。というわけで今回はこの辺でスーパーロボット対戦 DD の実況プレイを終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。